はい、ではパンチ力を上げる練習方法のレクチャーをしていきます。まあ、パンチ力といっても一概にもいろいろありますね。腕力が強い、腰の回転、切れるパンチで、まあ、基本的にはやっぱり下半身が強くないとダメだと思いますので、まあ、ロードワークでは例えば坂道ダッシュ、階段ダッシュ、そので負荷をかけながら下半身の強化をしていくと。で、まあ、例えばジムでもしやれるスペースがあるなら、こういうバーベルですね。バーベルを肩を先っぽ持って、でちょっと軽くしゃがんだ状態で、この足の足首、膝、腰関節をうまく連動させて、最後パンチ打つようなつもりで伸ばしていく。でこれも最初はフォームをしっかりできるようにした方がいいので、軽めの重量で、まあ、20〜30回を目安に右左やってみてください。で慣れてきたらだんだん重くしていって、でポイントはあまり重くしない方がいいですね。重くしすぎて今度腕力が、二頭筋だったり肩が あんまり筋肉つきすぎちゃうと、今度スピードもちょっと遅くなっちゃうし、まあ、階級制なのでボクシングはちょっと減量もきつくなっていくので、その辺はちょっと様子見ながら、であくまでもスピードですね。ゆっくりしゃがんで瞬発力、このスピードを意識してやってみてください。はい、以上です。はい、では、次はパワークリーンという種目なんですけども、まあ、ウェイトリフティングの選手のような感じでバーベルを、まあ、肩幅よりちょっと開いたぐらいで持って、で足幅は腰幅よりちょっと広めにとって、で、しゃがんだ状態からまず引き上げる、下半身の力で引き上げて、自分の、体にくっつけながら、ここのセカンドプルまでまず持っていきます。こっから自分の体になるだけ近づけた状態で持っていって、最後上げていきます。でそれを連動させて、であくまでもパンチを打つイメージで、下半身から上に向かうと、下半身の力で上に持っていく。で最後はパンチを打つイメージで持っていくと。でこれもまあ回数は、15回とか20回ぐらいを目安にちょっとやってみてください。以上です。次はパンチ力を上げていくトレーニングのレクチャーをしていきたいと思います。でまずこのダンベルを使って、トレーニング落としはこのリストカールなんですけど、まあ、台に固定させてもらって、だいたい10回ぐらいで限界になる回数とキロ数を設定してもらいます。まあ、女性なら本当3キロ4キロ5キロの重さでできると、回数も10回から15回ぐらいかで練習していけば、この辺がもうすごい張ってくるんで、これも、何セットか続けていくと、こう右打ちからとこうパンチ力が上がるにつながるんで、こういう練習法をしていけばいいと思います。僕は10キロから15キロぐらいでやってました。はい、それが次はですね、まあ、フック系のパンチ力強化になるんですけども、やっぱり体幹をしっかり強く、保てないとパンチは強く打てないということで、まあ、ちょっと軽めのダンベル、鉄アレですね、これ2キロですけども、これを持って足の方をしっかりまず踏ん張る、母子球ですね、両足の母子球を地面にしっかり踏ん張って、でちょっと軽く膝を曲げて、本当にフックを打つようなイメージでしっかりと振っていく。でこの振った時に体がこう持っていかれないようにしっかりお腹に力を入れて、で顔は正面を見てしっかり振っていくと。で慣れてきたらスピードを上げて、これに振られないように持っていくと。でこれも、まあ、回数というよりはちょっと秒で30秒とか、慣れてきたら1分ぐらいやってみてください。
で重さとしてはやっぱりこれもあんまり重い重りな、重くない方がですね、ある程度の、まあ、2キロ3キロそのぐらいの重量で体が持っていかれないようにしっかりとスピードを上げて振っていくと、そうすることによって、体幹が強くなって、で足の踏ん張りも強くなってパンチを強く打てると、そういうことです。以上です。